チッタ M ラジパチー。まあ朝なんで、はい、そうね、まあそれなりのテンションで伸び伸びといきます。ゆっくり。こんばんは。こんばんは。 A グループの正門よしのりと佐野正也でーす。はい、よろしくお願いします。焼きましたヤングタウン。はい、水曜日来た来た来た。この日のために僕ら日々頑張ってますから。本当にそうよ。この10時からの1時間半に俺らどんだけかけてるか。楽しくてしょうがないもん、本当に。そうよ、ほんまほんま、すんごい早い朝。ね。なあ。早くはないよ。早い。いやいやさ、まあ、12時やんたんは早いよ。収録。早いかな。今回収録ですけども。そうやね。まあ、しょうがないよ。そう、生でやったらもちろんもっと楽しいかもしらんけど。まあ、本日ちょっと全国ツアー初日ということで。おめでとう !A グループおめでとう !A グループおめでとう。てか、お疲れかな、初日お疲れか。お疲れやね。終わったかな、もう終わってる、もう帰ってるかな。帰ってんじゃない？ホテルにね。宿泊先でタイムフリーで今、リチャ君が聞いてるんじゃない？エリアフリーか。聞いてるの、リチャード。聞いてんじゃない？初日聞いてるの、ライブ映像とか見てへんの？その日の。その日の自分らのライブの映像とか見るよりヤンタンなんか。それよりヤンタンじゃない？すごいな。うん。リチャ君。いやー、だってもう大阪での最終稽古が、昨日、一昨日ぐらいか。はい。終わったからね。ってことは？ってことは、5日前ぐらいに終わってるんですね、これ流れる。そう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 。そう最終稽古終わんの早いよ、今回。5日開くのめっちゃ怖いよな。それなんでなん、うん、つか、どういうスケジュールなんやろ。わかれへんけど。なんでその最終稽古終わってからいろいろね、雑誌とかを詰め込むっていうね。いや、そうね。スケジュール。うんうんうん、うん。ありがたいんだけども。ありがたいよ。だけども、最終稽古ギリギリにして、そのまま福岡に。やっぱちょっと不安よね、本番前開くっていうのはね。いろいろあるし、いろいろあるし、ほんまに今回。いや、今回のライブ盛りだくさんやからね。濃いですね。うん、我々としても結構チャレンジしてる部分があるので。そうね、挑戦しますね。まあ、どれのことかなっていうのは、うん、まあ皆さんちょっと楽しみにしていただいて。今俺15日に願ってることは、うん。花粉がひどくなかったらいいなっていう。そうやな。花粉な。すごい、今日。今日すごいねんな。今日すごいっすね。いや、びっくりしたわ。MBS 入って。で、うん、簡単の楽屋みたいな待機の待機場所のテーブル行ったら、うん、ティッシュ2本詰め込んでるジャニーズがいたから鼻にティッシュ2本。お前そんな鼻にティッシュ詰め込むジャニーズどこにおんねん。おったよそこに。正門よしのりがいたよ。詰めてた。詰めな。鼻ティッシュ2本ジャニーズ。いや溢れ出てくるからさ。ほんまにちょっといつも俺薬飲んだら5分ぐらいで治るんすよ、うん、鼻水とか鼻詰まり。おうおうおう。今日起きてすぐだよ、11時過ぎに飲んで、うん、まだ治ってないから。まあ、11時まで寝てたん、そもそも。11時まで寝てた今日。そら早いわ。11時まで寝てたから。収録の1時間前まで寝てた、うん、まだ全然起きてない。そらひどいな。11時まで寝てて薬飲んだけど、うん、まだ全然すごい。1時間、まあ、2時間弱経ってるけど。だからもうそれぐらい経ったら効いてくるはずやもんな。全然効くのに今日すんごい。うん、すごいわ。いや、俺もだから今日ついに病院行ったのよ。ほう！そう。花粉。行っちゃった。行っちゃった。認めちゃった。認めたよ。そうそうそう。ひどいからだって。認めなしゃあないと思って。だいぶあるし。そうそう。で、行って、お薬いただいて、はいはいはい、薬飲んで、点鼻薬、点眼、両方もらったよ。あ、目もないわ、佐野君。そう、目も今日来てたから、でもいよいよやなと思って。いよいよや。そう、目は収まった。おー、目薬で。鼻水。水。そう。鼻水。こればっかりはちょっと恐ろしいわ、ほんまに。ほんま、ちょっとどうしていいか分からへんし、黄砂もすごいんでしょ、今日。らしいね。でも福岡とか、だから、もうダブルパンチの可能性あるからさ。はー、なるほどね。そう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 。そう、いろんなツアーの情報でお便りでくれてた気がするわ、福岡。やろ？俺もあれ、いろんなとこで言いふらしてるもん。あ、それ。福岡気をつけろよ、スタッフさんとか。いろんなとこで言わしてもらってる。スタッフさんも多いもん、なんか一緒の人。そう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 。いやマジでちょっとまあ僕らもそうやけど何よりそのお客さんもね、そうね、ファンの人の無事も祈りながら、地方の方じゃないところから来てくれる人もいるからね、そう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 、気をつけて、うん、盛り上がってることを祈りましょう。盛り上がりましたよ、ね、今日盛り上がったね、うん、ライブ、うんうん、最高でしたよ。よかったよかった、驚いてくれた。ああ、まあ今日も生放送に劣らず最後まで盛り上げていきましょう、はい、こっちの方もね。大丈夫ですよ、この二人は、うん、どういうこと、この二人は。末澤小島じゃないんだから。朝収録のそんなひどいの？ひどいって言ったらあれやけどさ。だってそんなひどかったんでしょ、だって。そんなことある？そんなひどい。向こうよりスタッフさんの方がテンション低かったから大丈夫やって。
そう台本に書いてあんねん。朝収録ですが最後まで頑張ろうって書いてある。この一言嬉しいですね。嬉しいな。いやでも今の聞いたら自分に言い聞かせてるだけの可能性も出てきた。パソコンで文字打ちながら、そうそうそう、頑張ろう頑張ろう、俺らに向けてのメッセージじゃないんかこれは。そうかもしらんね。うん、よかったよかった、スタッフさんも皆さん元気で。いやそうよ、だって集合してくれへん可能性あったんですよ今日。えどういうこと。先週、うん、俺とリチャ君やって、その収録会お願いしますって言ったら、行かへんかもしれんみたいな。え、この人しか、誰やっけ、 P しかおらんかもみたいな話してましたもんね。だから無教来たら4人とも揃っててよかった。あ、よかったよかった、安心した。フルメンバー、フルメンバーで心強い、この時間から、うんうんうん、水曜日じゃないのにね、ありがとう本当に。いや土曜日、あ言っちゃったけど土曜日、土曜日よ今日。そうそうそう、皆さんお休みしてるであろう時間に、はいはい、ありがたいね。ありがたい。しかもあれですよ、このペアでの収録が去年の6月1日、あの伝説の川柳会以来と。おお、ね、覚えてんのかなみんな。川柳、川柳覚えてるでしょ、あれよかったもんな。俺楽しかったっすよあの川柳。楽しかったな。でも何一つ覚えてない。めっちゃ考えたけど何があったっけなって。全く覚えてなかったな。でもただただ楽しかったのは覚えてる。うん、うん、妄想ハッピートゥデイよりいい企画やなっていうのだけ覚えてる。そうね、収録会の、収録会ならではのやつね。うん、あれちょっと恋しいけどな。確かに、ね、みんなやったのは、やった一通り A グループ。川柳結構レアっすよね。何回かしかしてんもんな。うん、うん、え、なんで、なんで、え、2人の時はそんな、小島リチャードの時は盛り上がらなかったんですか。あかんねや、めっちゃ面白かったけどな。ほんまに全く覚えてないけど、めっちゃ楽しかった記憶だけある。川柳会、そう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 。まあでもリスナーさんも難しいよな、あれきっと書いて送ってくるのな、まあ、すっごいハードルやし、あの例題があれでしょ、プロの方たちが考えてくれてる。例題が良すぎたってやつか。ハードル高いねんな。なあ。お便り送る方も大変やけど。あれ楽しいよな。あれ盛り上がらへんとかあんねや。そやんな。小島さん、リチャさんいて。小島さんが凄すぎたのかな、川柳とかって。あ、そうね。上すぎてね。うん。名言を書いてる人はやっぱ違うよ。うん、評価する目線で見ちゃったんやね。この川柳が何点かっていう目線で見ちゃったから、うん、ちょっと良くなかったんかな。良くなかったんかもしれん。すごすぎるね小島さんは、うん、すごいよ、うん、小島さんはすごいよ。小島さんはすごいよ。何の話やね。分かれへんけど小島さんはすごいね。でもあかん、やっぱふわふわするねこの時間帯は。いやこの部屋もう嫌い俺。この部屋、そう、収録、うん、まだ地下1階の方がいいっすわ俺。あ、そう、広々として、まあ、なんかちょっとまあね、グレーでさ、ね、なんか嫌やけども、まだなんか明るいやん、うん、エロいやんこの部屋。なんかなんなエロいってどういうこと。エロいやん、その6人あんたの時に、うんうん、俺と小島くんいる部屋もここなんですけど、はいはいはい、なんか小部屋ね、うん、すごい小部屋な感じ、すごい嫌や、この閉じ込められてるか。ライトもすごいちょっと黄色めでさ、そうやな、薄暗い感じです。あとちょっと暑いよな。ちょっと暑いし、この俺の正門くんのカフの席じゃない方からスタッフさんの顔、ま、ちょっと前でな見えへんねん。あ、そうやな、前でたらツンツンくん見えるけど。そうやそうや、そこそうやわ。そうやね、一回せいやくんと収録の時俺そっち側やって。ああそうね、そう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 、なんかちょっと孤独やねんな。確かにな、やっぱメインのスタジオが使いたいよね。あっこがいい、なんで使えへんのかな、使わせてくれへんのかな。やってんのか今収録やったら。そっかそっか、そりゃあかんわ。まあしょうがないな、生放送やってるやろしね。うんうんうん、まあまあまあ、生放送に負けず劣らず今日も盛り上げていきましょう、はい、もちろんです。それではタイトルコール参りましょう、はい、MBS ヤングタウン。追記で情報がいただきました。何ですか何ですか。先ほどの川柳ね、リチャ君と小島君の会でちょっと盛り上がれへんかった、はい、うまくいかなかったみたいですね。そう、いやでもやっぱ小島さんがすごすぎたんかなって言ってたよ、うん、あるしね、うん、やっぱあいつすげえなって言ってたよ。そうやと思ったよ、うん、原因は小島さんの不調やったらしい。何やねんそれ。不調ってなんやねん。45分、だから15分ぐらいか多く回した回、そうそうやったらしいです。言ってたな、15分多く回してカットしまくった回。
あんねんな、小受験にも不調とかな。不調あるんですね、調子。喋るだけやからね、ラジオって。まあそうやんな、喋るの大得意な小島先生は。そうやね、ほっといたらずっと喋っておくのに。そう、なんで1時間半喋り続けれへんかったのか、ちょっと、うん、川柳のとこでな、川柳のとこで謎やったけど。あ、その回なんすね。でリベンジしてもらいましょう、ちょっと。あ、ええやん。たまたまちょっとその回良くなかっただけですから。川柳の企画自体はめっちゃ好きなんで、そうそうそう、終わらせるもったいない。続けたよね、あれね、小島さんの不調で終わらせるももったいない。ぜひまたやりましょう。そう、復活を願っといてください、皆さんも、ね、楽しみにしていてください。準備しておいてください、川柳の。さあ、小粋なトークゾーンでございます。小粋なトークゾーンですね。佐野さん、小粋な出来事ありましたか、ここさん。小粋な出来事。小粋な出来事ですか。小粋やなと思ったこと。小粋やなと思ったこと、うん、あ、髪切りに行く今から。え、ちょっと待って。いや、え、2、3日前に切ったばっかりやん。切ってパーマ当てて、ああ、でもそこにあの帽子を忘れて帰ってきてて、ああ、はいはいはい、髪切る時に帽子脱いで、うん、その前のテーブルみたいなところに置いて、うんうん、そのまま忘れて帰ってきちゃって、うん、それを受け取りに行かなあかんのと、そこの人に、髪切ってくれた人に、うん、ライブあるんすよみたいな話をしてたら、うん、ごめん、花粉が悪い、佐野は悪くない、花粉が悪い。そこの人に、うん、ライブあるんやって話をしてたら、バックス買っといたらわって言ってくれて、優しいの。バックス用意してくれて、うん、バックス届いたよっていう連絡が来たから、うん、それ受け取りに行くのと、うん、帽子取りに行くのと、うん、じゃあちょっと髪切ってもらおうかなっていう。それはなんで。それはなんで。ちょっと髪切ってもらおうかな。今完璧じゃないんや。そうそうそう、大瀬くんにも言われたんやけど、その、おって、まさかとか、だけど、その、ね、一、うん、回、ちょっと、いつもと同じ感じになっちゃうから、横長めで、いつもと違う感じで、丸めにというか、うんうん、パーマ当てよっかなって思ったんやけど、だけど、前髪が思ってたよりパーマきつくて、ギュッてその、あ、はいはいはい、縮んでるから、うん、そのここの差がすごくて、うん、ちょっとね、長いねと思い出して、ちょっと、さっぱりしてきます。気づいたんや。はい、気づきました。気づきました。仲いいねと思って。そうやな、俺と大勢でちょっといじっちゃったからね。いじっちゃったから。そう。だからその時から、そう、もう一回受け取りに行かなあかんから。あ、結局もう一回行くしっていう。そうそう。だから切った日からちょっとね、悩んでたのよ。うん、とりあえず長くしといて。また次来た時考えるか、まあ、どっちにもう一回行かなあかんしっていう。可愛いけどな、今は今で。そうそうそう、いつもとちゃうくて、うん、気に入ってるんですけど。うん。まあまあまあ、まあ。そっか、じゃあ、ヤンタンの公式ツイッターで今の髪型を見納めか。ああ、そうやわ。そういうことか。寂しいね。後でもみあげのドアップ撮ってもらおう。もみあげのドアップ公式にあげる？あげてもらおうや。増えちゃうよ、フォロワー。じゃああげよう。5万ぐらい。いい、右サイド、左サイド、両方あげる。何枚まで載せれねえやけ、あれ。いや、分かれへんけど。右左あげますか。そんなもみあげに費やせるか分からんけど。費やす顔よりもみあげよ。うん。大事。もみあげ大事よ。あげましょう、ちゃんと。ね、佐野のもみあげが見えますので、どうぞ公式ツイッターの方もよろしくお願いします。ほんまにやらなかい。メールアドレスは ys@mbs1179.com。放送を聞いての感想をどしどしお寄せください。ツイッターはハッシュタグ、A やんたんでたくさんつぶやいてください。うい、ではこの後11時30分までお付き合いください。今日あった楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどメールでいただきました。なんと収録なのにハッピーツデイのコーナーです。すごいね、いいねね、嬉しいよ俺は。あら、嬉しいですか。妄想じゃないんでしょ、だって。妄想じゃないです。嬉しいよ。そうなのよ、嘘つきじゃないんだから。嘘つきツデイじゃないんだから。そういうことを言うからなくなってんから、妄想。ほんまになくなる思わんや、そんな。悲しいわ、それは。なんかな、それはちょっとそういうことじゃないのよ、と思っちゃうよな。俺じゃないでしょ、そのなくなった原因は。俺もまあ言ってたよ、言ってはいたけど。まあまあまあね。せいやくんなんでしょ、うん。うん。まあ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 。言い過ぎたからなんでしょ。まあまあまあ、せいやくんとは言わんけど、まあ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 。まあまあまあ、せいやくん、せいやくんでしょ。まあまあ、いやー。うん、せいやくんやね。せいやくん、せいやくん。せいやくんですね。いや、そういうね、お家芸というか、やりとりがあったじゃないですか。そうね、そうね。そう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 。だから、これは、今、10日締め切りとかで、うん、だから、先週のヤンタン終わってから3日間ぐらいのハッピートゥデイを、うん。だから、ほんまにあったことをリスナーさんが。
送ってくれたっていう、うん、ありがとうございます。じゃあ早速読んでいきましょうか。はい、お願いします、はい、東京都大田区のラジオネームあずさんからいただきました。A グループのお二人、ヤンタンスタッフさん、こんばんは。こんばんは。私の今日あった驚いたことは新しい上司のお名前が吉野里さんだったことです。あら、吉野里さん、3月に部署が異動になり、新しい上司のもとに就かせていただくことになったのですが、はい、上司である吉野里さんは仕事ができる分厳しい方でもあるので、ミーティングなのでヒートアップしてしまうこともあるのですが、そんな時は吉野里フィーバーと思って乗り越えようと思います。また上司に向かってよしくんと呼ばないよう気をつけようと思っています。あ、気をつけて。 A グループのお二人はご自身と同じ名前の方に出会ったことはありますか。あー、なるほど。すごいね、吉野里フィーバーしてるんや、ミーティングで。な、違うフィーバーやけどな、それ多分白熱しちゃってるけど。厳しいね、仕事できるけど厳しい方。あ、まあまあいいじゃないですか。いいね、一番いいね。マサヤとかいっぱいおるんじゃん。マサヤいっぱいいるよ。マサヤって結構あの同じマサヤ、ヒーミッツのマサヤには出会ったことないけど、うん、あ、確かにな。そう、あれは珍しいけど、当て字やから。あれ大体2つやろ。そう、そう2つ、うん、かあの普通のマサヤで、一番最初に変換出てくるマサヤ、これ何の字のマサ、あれ、俺、あ、正門のマサ、あ、とか、あ、とか、うん、いろいろ、どれや、どれや、マサあるやん、マサあるやん、どれ、あるやん、あるやん、何のマサ、言うてくれ、何のマサか分からんや、そんな感じ弱いねんから、感じ弱いねん、マサや、マサや、マサや、これ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 やん。あー、ミヤビーのやつね。あ、そう、ミヤビーのやつ、はい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 、ミヤビーのやつ、なるほどね、が多い。確かに確かに、そっかそっか。だってもう公式のでも間違えられてるもんな。公式今回合ってたかな、この DVD は。ライブは合ってた、多分合ってた。あ、ポテントコンね。そう、ほんま公式のドキュメントとか間違えられるから、うん、そうそうそう、広めていこう、マサヨ雑誌とか。そう、ほんまだから去年の年末に2023年の目標なんですかって聞かれて、うん、もう冗談半分で自分の名前浸透させたいから、うん、名前を一回も間違えられないことですって言ったら、うん、2月に出た雑誌で間違えられて早くも頓挫、うん、頑張ります、頑張ってください。非密を広めて、はい、非密広めます。それで言うと俺も同じ字の吉野里は会ったことない。珍しいですよね。うん、俺も当て字やと思う。あ、吉野里の野里が規則の則の人は多い、あの貝殻の貝に、はあはあ、でも規則の木の人ってなかなか、規則の確かに木で、そうそうそう、読まへんから、多分画数で合わせてくれたんかなって、へえ、お父ちゃんとかが読めへんもんな。そう、あとでも意外と吉野里さんには会ったことある。いるんや、吉野里さん。うん、それこそあの染色でご一緒した岡田吉則さんとか、ああ、はいはいはい、はい、そう、先生役のはもう、あの、初めまして吉野里、初吉野里、初吉野里、へえ、そう、俺からしたら珍しいけどな、うん、吉野里さんも。いや、あ、もう岡田さんはもう吉野里界で一番かっこいい吉野里だからあ、まだ正門さんは頂点じゃない。もう足元にも及んでないです。岡田さんの方が全然、うん、かっこよかった、先生かっこよかったもん、ね、ダンディすぎた。うん、マサヤいっぱいおるからな、あんまりあれやな。まあね、感動ないねんな。俺ちょっと照れたもん、初吉野里さんの時あ、確かに運命感じる感じが吉野里やって、もうと、あともう知ってんのはモンタ吉野里さんとか芸能の方、あ、はいはいはい、ね、あ、吉野里さんか、そう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 、かな、うん、吉野里さんにどうぞよろしくお伝えください。よろしくお伝えください。ありがとうございます。仲良くしてください、吉野里さんと。ね、よしくんって呼ばないように。それだけは絶対やったからね。さあ、続いてのお便りいきましょう。はい、大阪市阿倍野区いちごさんからいただきました。いちごさん、ありがとう。今日私のあった嬉しかったことは、 A さんの全国ツアーライブについていきたいと思ってほうほうに、ん、ツアーライブにつけていきたいと思ってネット購入したブルーの石の指輪が手元に届いたことですと。おい、ブルーかい、ね、なんやねん、ブルーかい、なんか分かれへんやんか、まだ届くない届くないはおかしいやん、届くない、やっと届いてんから、届くない、とても綺麗でハッピーだそうですよ。うん、で、自分だけにしか分からないような小さなアイテムですが、この指輪をつけて気分を上げて来たる A ライブを、全力で楽しみたいと思います。今日担当の2人、自分だけにしか分からないような気分を上げることって何かありますか。いいね、それなんかいいね、すごいな。なんかライブ行く時ってさ、うん、まさかのファンやったら青の何カーディガンとかさ、あ、すごい見えるところで、ね、私青ですよ、青推しですよっていう感じやのに、自分しか気づかへん、
いいなぁ、なんかちょっと匂わせチックな青いね。かわいいな、にそれ自分で楽しんでくれるのめっちゃかわいいな。かわいいなぁ、嬉しいわ。ほんま青やもんな。いやでも分かれへん、俺のファンかどうか分かれへん。確かに全身緑の中で自分だけ使い青を着てくれてる可能性あるもんね。いちごさんは。そう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 、嬉しい嬉しい。自分だけの気分を上げる方法、何、自分だけの気分を上げる方法しか分からないような。あ俺、うん、まあまあ自分以外も分かってると思うけど、うん、今日はこのデニムにしようとか。分からん分からん。同じコンでもこっちの方がいいよな。あー違うんや。あるあるある。え、どんな感じ、え、何個持ってんすか今、その育てる系のデニムは。8本9本ぐらい。そんなあんねや。でも今ローテーションしてんねん、だからちゃんと週に。あ、え、毎日同じの履いてるんじゃないや。違うよ、変えてるよ。違うんや。変えてる変えてる。毎日違うんや。あれ毎日違うの履いてる。曜日で決まってんすか。もう、あ、気分、適当に気分で。そう、へー、とかなかなか最近履いてなかったけど、久々に見たら、あ、色落ちの兆しが来てるってなって。あんねや、そんな。全このまま中間でも置いてたらあるんや。いや、なんかな、多分ちょっと空いたから、うん、よく見てみたときに思い、あ、こういう当たりができてきてると。最初とはだいぶ違う。そうそう、履き込まないとってなって熱が再燃したりするやつは、まあ何日か来たりするけど。あ、そう、だからちょっとデニムとかはあるね。今日これ履きたいとか。いいね。そうそうそう、おしゃれでそういうのできる人いいよな。まあみんな気づいてると思うけど。気づいてない気づいてない、誰も。ファンでも気づいてない。気づいてないか。デニムまでは見てないでしょ。見てないか。そうそうそう。俺あれかな、今ちょっと絶賛ライブ中やし、うん、そのイヤモニの系統ってあるじゃないですか。はいはいはい。大体6人組やけど俺ら4系統しかなくって、うん、大体スウェーザーはソロ、リチャードソロが1系統、1系統で、マサカド小島1系統、うん、で佐野福本1系統みたいな、うんうん、俺の耳中が大勢くんと全く同じ耳中で、うんうん、俺と大勢くんの声が他の4人よりちょっと大きいんですよね。そうね。の大勢くんの声めっちゃテンション上がりますよ。あ、マジで？めっちゃいい。ライブしてる時に大勢くんの声、うん、でかいの上がりますよ。確かにな、一番ライブとあれで変わるもんな、うん、そう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 、声のテンション感一番。なんかそのライブごとでも変わるし、同じ本番ごとでも全然毎回違うし、あれ楽しいですね。いい、ライブ感あるような。福本アップの A グループいいですよ。福本アップやってみようかな今回の。福本アップでもびっくりしますよ。おおってなる時あるから。あんま初心者おすすめしないけど、すごい近いとこで。そう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 、声量あるからな、いつも。マジでめっちゃ声抜けるから。おおってなる時ある。タバで歌ってても抜けてくるから。いきなり徐々に上げることをおすすめします。あ、そうするわ、じわじわ上げて。ぜひぜひ。すごいコアやな、マサヤにしか分からんな。そうそう、俺しかしてへんから、これは。メンバーでも分からんかった。いや、よかった、うん。ありがとうございます。いちごさん、ありがとうございます。さあ、続いて、兵庫県川西市のさかなちゃんからです。さかなちゃん。ありがとうございます。さかなちゃんみたいに言うなら、ゆうたくんの言う方すんな、ゆうたくんの。A グループの。全部突っ込んでくれんねんな。ちっちゃい声でずっと突っ込んでくれるやん。おっきい声は出えへんから。ちっちゃい声でいっぱい突っ込みますよ。オッケー。助かるわ。いい、さかなちゃん、ありがとうございます。さかなちゃん。A グループのお二人さん、こんばんはさ。こんばんはさ。私の今日あったハッピーなことは、うん、西からええ風吹いてます。お天道様も見てくれてますね。ライブの DVD が届いたことと、関西ジュニアカレンダーが届いたことです。よっ、二つも一気に。おめでとうございます。ありがとうございます。ライブに行けなかった分、あそこ DVD をめちゃめちゃ楽しみにしていたので、すごく幸せな気分になりました。はい。何回も何回も見て楽しみたいと思います。うん、カレンダーも部屋に飾って毎日眺めて幸せな気分に浸りたいです。ありがとうございます。さかなちゃん、ありがとうございます。嬉しい。そっかそっか、なんかね、面白いですね。二つ一気に届くっていう。両方とも10日発売やったんか。そうそうそう。そういうことか。10日ぐらい発送。カレンダー9日。あ、そうやそうやそうや。発送の日がね。なるほどね。同じタイミングで家に来てる人が多いみたいですね、今回は。いいですね。いいね。ライブ見ました？DVD？ DVD？ まだ見てない。あ、見てないんや。見てない。俺もまだドキュメントの方、密着の方見れてないんですけど。あ、本編見た？本編見ましたよ。おもろかった。ほんま？いいライブですわ。おー。ええ風吹いてましたか？ええ風しか吹いてないね。やっぱあの頭のメドレーおもろいわ。あれな、よかったな、自己紹介な。個性爆発メドレーね。あれ好きやわ、やっぱ。あれいいわ。リチャ君のやつ毎回腹抱えて笑ったもんな。マジって全公演楽しかったもんな。いや、我ながらあのコーナーはいいアリーナの使い方をしてたんじゃないかと。ね。我ながらね、6人だけやけどなんか広く使ってね。そう、スタッフさんも遊んでくれたりとかね。確かにスタッフさん出過ぎやったわ。
よかったわ、あの感じ。いや、あれ楽しかった。ほんまに。そう、あの、ヤンタンスタッフさんも買ってくれててさ。ああね、自腹でね。そう、自腹で。経営じゃなくて自腹で。自腹でね。ここ大事です。はい、買ってくれてて、うん。これから鑑賞会するらしいです。あ、勉強会か。勉強会って言ってたね。勉強会って言ってた。もうよくわからんけど、何を勉強してくれるのかわからへんけど、勉強会って言ってましたね。ツンツン頭くんは初ライブ DVD をこれから見るっていう。ね。A グループのライブを吸収してください。ジャニーズのライブを見たことってあるんですか、DVD でも。やった、初ジャニーズ A グループがいただいちゃうの。ありがとうございます。楽しんでください。ちょっとまた感想を聞きたいよね。てか行きたいよね。あ、一緒にね。一緒に。そうね。 MBS でしてるんでしょ。 あだから勤務時間やから勉強会にしてる。勉強会にしてる。鑑賞会にしたらあかんのか。ごめん、全部バラしちゃった。そっかそりゃそうや。MBS の一室を借りて仕事中にやってるから勉強会ね。いや、でもそれでなんか企画が出てくるかもしれない。それはそう、俺らのこと知ってくれんとこんな楽しいライブ作ってくれへんから ね。 MBS さん、これは勉強会ですからね。はい、勉強です。あの、貸し出しも OK してください。毎週聞いてくれてるお偉いさんもいるみたいから。あ、そうな。リチャードファンの。あ、そうやそうやそうや。勉強会ですから。勉強会ですので。ありがとうございます。美味しかったです、はい、この間も。よろしければあの MBS のスタッフさん、興味ある方、勉強会ね、ぜひ一緒に参加していただいて、まで連絡していただけたら日にち日時を連絡しますので、うん、ぜひたくさんの方で見ていただきたいですね。感謝。ああ、勉強会、ね、楽しんでもらいましょう。ぜひぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。さあ、続いてのお便りいきましょう。うわ、すごい人から来てる。何、そんなあったっけ。もうで東京都多摩市、ジョン・ペトルーシさんから。ジョン・ペトルーシさん、ドリームシアターのジョン・ペトルーシじゃないですか。ドリームシアターって何ですか。知らない。ドリームシアターって何ですか。ドリームシアターっていうあのプログレッシブメタルバンドを知らないですか。プログレッシブメタルバンド知らないですね。プログレッシブメタルのっていう。それはじゃあもうまさかのくんにハマるためのまさかのくんのテンションを上げるためのお便りじゃないですか。もう俺が一番好きと。あ、そうなんや。の大あの豪語してるギタリストのジョン・ペトルーシさん、ありがとうございます。 A の皆さん、スタッフさん、こんばんは。こんばんは。今年、今日、再来年小学生になる娘のランドセルを購入しました。楽しい。今時のランカツ、ランカツっていうねんて。ランカツは年中からスタートし、人気のランドセルは今月中に売り切れてしまうそうです。早だ。再来年やもんな。2年前から準備してるってことやもんな。すごいね。今はおしゃれなデザインで色もたくさんあり、娘はキャメルを選んだのですが、キャメルでもオレンジが強い色、茶色が強い色、黄色みが強い色など本当にたくさんの種類がありました。私が通っていた小学校は特殊で全員紺色という指定だったので、おしゃれなランドセルが羨ましいです。珍しいな。すごいね。皆さんは何色のランドセルでしたか。またもし選べるとしたら何色を選びますか。俺何色やったっけな。黒やったと思う。いや、俺も黒やわ。ベタに。めちゃめちゃシンプルな、ベタな。黒やったな。だからたまに女の子で明るい水色とか。あ、いたいたいた。あれ可愛かったな。そうそう、パステルっぽい水色、うん、持ってる子がいたりとか、やったかな、うちわは。ぐらいや。基本、男子赤で女子、じゃあ男子黒で女子赤。うん、そうですね。みんなそうですね。あれ一回ジャニーハックのロケでさ、33に分かれたから、まさかどくんいたかな、あの、うん、ランドセルを解体して、そのランドセルから財布作ったり、カードケース作ったり、キーホルダー作ったりみたいな。俺別チームやわ。あ、別チームか。あれちゃう、あのカルタ作る時の。あ、そう、あ、それ別チームや。別チームやった。別チームやと、みたいな会社というか、うん、企業があって、うん、それの時にランドセル小学生の頃の持ってますかって聞かれて、アンケートね、そう、アンケートで持ってないですって言っちゃって、うん、保管してないですって言って、うん、それ保管してたらほんまは作ってもらえたんよ、あのロケ中に。自分のランドセルから財布を。だけど家帰って聞いたら、その近所の子にランドセルをあげてたらしくて、なんかお下がりしてない、お下がりを。あ、へえ。そう、だからまたその子が使い終わったら作りたいなって。もう使い終わってんじゃん。使い終わってんのかな。うわ、どうなってんだろう。もう捨てたか、さすがに。お下がりの、まあ、お下がりのお下がりはいかんもんな、多分。そうやな。まあ家にあったら確かにな。そう、作ってもらいたいな。6年間使うってあんまないっすもんね。買わんでも長く使うにしてもね、6年間毎日ってね、うん、思い出詰まってますもんね。今思えばあれが初レザーやったんかな、俺は。そういう目線で見てる人おらんから、ランドセルをレザーとして
いやレザーやろあれは。育てるぞって感覚で、まあ、いやそうや。だからこその味が出てたんかなとか思うよ。確かにね、乱暴に、もう乱暴に使うもんね。やろ、もうぺっちゃんこの子がおったやろ、ランドセル。なんか、ね、あれはあれで今思ったらいいなと思うわ。公園行って地べたに置くしね。置く置く。砂場に砂場に投げるしね。そう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 。確かに育ってたんやあれは。ランカツいね。すごいな、2年前からゲットするってすごいな。そやで。それ。なんか新しい楽しみにもなってんのよな、親御さんたちとか。確かにね、子供はもちろんね、うん、家族みんなを巻き込んでのランドセル買うなんかめっちゃなんかワクワクするよね。なあ、まあ、無事購入も済んだっていうことでよかったね。使う日を楽しみにしていてください、うん、ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて東京都立川市のモフモフさんからです。おすごそう。モフモフさんありがとう。 A グループのお二人、ヤンタンスタッフの皆様、こんばんワイパー。こんばんワイパー。今日の午前中、近所の土手で日向ぼっこをしていると、じりじりとした日差しが顔を差し、春の陽気を超えた暑さを感じました。最近暖かくなっていたとは感じましたが、ここまで暑かったのは今日が初めてでした。私は寒さが苦手なので、夏が近づいたことを実感して嬉しくなりました。 A グループの2人も最近春の訪れを感じた機会があればぜひ教えていただきたいです。花粉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 ね、ほんま花粉よ。全部花粉よ。花粉とそのうちわよ。な、これ夏のはずやけどな。夏なんやそれ。一応ね、夏の季語がいっぱい書いてあるから夏やけど。でもさ、匂いとかで春感じひん？匂い、うん、花粉花粉とか言っちゃったけどさ、うん、分からん。どんの春の匂いではない、気温外出た時。分からへん。夏の感じとか、冬は冬で分からん。お日差しやな、日差しの空気感。マジか。まだなんか顔さすぐらいの暑さは体感してないと思うな今日は。ああね、でも 2,3 日前すごかったよ。ああ暑かったね。うん、もう結構日差しがさ、なんか4月中旬ぐらいの気温感とかやったらしい、うん、そんなやったんや。そう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 。確かに暑かった。もう1枚で来たもん今日は。ついに。いや俺もこれ脱いだら半袖。半袖なんや。それの下、うん、全然半袖。半袖でもいける暑さですもんね今日。いやそう、室内やったら全然半袖でいいよ。20度超えてるみたいですもんね。そう、女子にはちょっと早いかもしれない。まだやめといて、うん、ねえ。感じてますよ春の。でもあんまり行事とかそういうのでは感じれてないかな。確かにな。そう、今年こそさあれやりたいよね、あのお花見。毎年言ってますね。そう、毎年言ってるやん。別にやろうと思えばできますもんね、お花見って別に。いやそうやねんな。見終わりとかの時間でも別にやろうと思えばできますやん。夜桜、ね、ああ夜桜ね。もう昼間はなかなかに6人でって。でもベタなことしたくない、みんなでさ桜。いやもちろん、綺麗なとこ行ってさ、うん、ブルーシートみたいなの引いてさ。いいねいいね。もうコンビニとかでもいいからバーってなんか買ってきてさ。いや作ってきてくれるよ大瀬くんが。多分なんかを6人分6人分作ってきてくれるよ。じゃあリチャくんにも団子汁とかお願いします。ああテンション。では桜花見の団子汁いいっすね。いいやろ、なんかちょっと散った桜の花びらがこう団子汁に置いてたりとかしたら。悲しなる悲しなる。リチャくんこれ毎日食べてんねやって悲しなる。団子汁いいな。なんか春らしいことしたいね。したいっすね。行きましょう。なんかポジティブなことで感じたいね、花粉とかじゃなくて。地方でできたらなお良いですね。うわーいいな。全国ライブツアー先で。そうね、ぜひ花火ちょうど春中しましょう。そうやから、スタッフさんたちもお誘いしてみんなでね、できたらいいね。うん、うん、そうよ。いいわ、ちょっと楽しみもできましたわ、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話をメールでお寄せください。以上ハッピーツデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイディアンソーサー MBS It's a happy today ヤンタン。今日は A グループ正門よしのりと佐野正がお送りしております。ただいま時刻12時半です。ちょうど12時間前ぐらいのテンションやな。はい、12時半に、お昼の12時半にお送りさせていただいております、はい、A グループのヤングタン、引き続きお楽しみください。バイバイ。え、知らんかった、大発見のコーナー。はい、このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひぜひ知っておいてほしい、いろんなことをリスナーさんたちから教えてもらうコーナーです。それが大発見なのか、ごめんね鼻かんで、ごめんね、いいですよ俺の時間やから。
いっぱい金ください。俺がでかい声でごまかしますから、僕たちが判定します。メンバー二人ともが大発見の札を出したらお疲れ様でした。ありがとうございます。札を出したら番組ステッカーを一枚プレゼントいたします。いいよ。来たよ。ちょっと、はいはい、いろいろ言うてるらしいやないの。そうよ。そうよ、そうよ。何やねん。嫌でしたよ。ほんまに。嫌でしたよ。大発見のね、このお便りを読む側はね、うん、この皆さんの思いを背負って、はいはい、もう一人との戦いやと思ってますから。ああ、そう。まさかどさんに大発見の札を上げさすために我々は呼んでますから。でもほら、まだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにやからさ。さ、知ってたらちょっとあれやん。じいじい、知ってても確かにそれ面白いよねってあげれませんか。でも知ってたとしても、まあ確かにね。このスタッフさんの追記とかありますから。確かに。それでちょっとまさかどさんのことびっくりさせるために我々は、この皆さんと協力して頑張りますから。はい。ぜひステッカーたくさんプレゼントしましょう。なんか俺ヒールになってんねんな。俺はみんなの味方やからね。それではおっしゃかかってこい。一人目の挑戦者、奈良県のメグさんからいただいた発見です。メグさん、よく考えたら遠足のお菓子上限金額超えてもバレへん。確かにな。すごいね。小学校の遠足といえば、200円とか300円などと上限が決められたお菓子をいかにギリギリの金額で多く買えるか、近所の駄菓子屋に電卓を持って行って一生懸命悩んでいたのを思い出します。はい。ですが、今考えると、別に先生にレシートを見せたり、数えられたりするわけでもないので、子供の頃は全く考えてもいませんでしたが、大人になって、いや別にバレへんなとふと気づきました。ちなみに現在は、ここからですよ。ここからですよ、まさか。まあまあ、上はいいよ。上はメグさんが悪い。上はメグさんが悪い。いや、悪くない、悪くない。上はメグさんが悪い。いいよ、いい着眼点よ。ちなみに現在は、アレルギーを持つ子供が友達とのお菓子交換によってアレルギー症状を発症しないよう、お菓子を持参するのを禁止し、学校が用意したお菓子を全員に配るという学校も増えているそうです。これびっくりじゃない？あのワクワクないところが多いらしいですよ、今までの学校は。ちょっと悲しいな。そう、悲しいね。めっちゃ悲しいね。まあでも、まあ、大変もアレルギーもしょうがないよな、ね。それはそうなんやけども。ね、気をつけながらもね、あの遠足前日の友達と駄菓子屋行っての、あの時間も込みで遠足楽しかったのに。そうか。まあまあまあ、学校用意してくれるやつも美味しいやろうけど。うん、まあそこでもなんか楽しみが生まれるかもね。でも、あ、お前それ持ってんか、ちょっとこれと交換してくれみたいな楽しみないってことでしょ、学校みんな同じの配られちゃったら。か、それセンスやなってやつおったもんな。すんげえかっこいいやついるじゃないですか。200円を1個のお菓子にやで持ってくるやつみたいな。それ1個ちょうだいみたいな。でも絶対それ目当てで買ってくる賢い。そう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 。交換目当てで買ってきてる。そう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 。これやったら交換できるからみたいなお菓子。作詞やでな。そう。がなくなってる学校が増えてるみたいです。なるほど。島はよく考えたら上限超えてもバレへんよねっていう、うん、まあまあまあね、うん、バレへん思ってました、うん、バレるなって思ってたでしょ。いやまあまあ、1円でも超えたらやば先生怒られちゃうって思いながら買ってたでしょ。だっていやまあ多少はまあ超えてもいい、まあそういう子もおったなっていう、いや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 、感じ見られるしさ、先生とお菓子の値段とかも全部覚えてそうなすっごい立派な人みたいなイメージやったやん。1円でも超えようもんなら気づくってなぜか思っちゃってましたやんか。いやいやいや、そこまでじゃないよ。これぐらいだったらいけるかなっていうのはあったやん。いやいや、でもヒヤヒヤしてたでしょ、その時。まあね。まあでもその時はちょっと果物の人がいたりとかさ。でしょ？そうそうそう。まあまあ確かに。ちょっとどうにか。バテるわけないんやから。そうね。確かにそこで頑張ろうとしてたよ。300円とか200円の中で。でしょ？いかに多く持っていこうかって。500円持ってったとて別に数えられるわけじゃないし、まあね、うんうんうん、バレないんじゃないかっていうメグさんの発見です、うんうんうん、はい、もういいよ、上いいわ、下で勝負してください今回は。いやでもそれは確かにな、学校から配られてる学校が多い、それはびっくりよ、お菓子を、うん、よし判定いきましょう、よし、もういいよ、もう上でも下でもいいから。いやね、上でも下別個で考えんねんな、じゃあまず上行くじゃん、まず上行きましょうか。いいよ、上行くよ。上はせーの。はいはい、小学県、いいよ、俺も小学県でいいよ。上な？うん。上はな？もうこっから本番。そんなやり方あったっけ？ないけど。メグさんのため。オッケー。じゃあ、メグさんの発見。はい、判定は、せーの、大発見嬉しい。俺も嬉しいよ、これは。大発見や。おめでとうメグさん、ステッカープレゼントします。いや、でも、確かにびっくりやったもん。こっちでいいのに、メグさん。
なんでよ。いやもうでもメグさんはもうマサヤに感謝せな、これはもう上と下を分けるっていう新しい手法やから。だからショートだやからもう合計したら18点やねん。違う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 。ほんまは18点やねんから。間とランディ、間とランディ、もしかしたら2枚ステッカーもらえる可能性もあったかもしれないね、メグさんは。あ、大発見大発見大発見ないわそんなこと。お便り1枚につき1個や。だからもう1個プレゼントしますから。いや、おめでとうございます。俺に感謝してください。さあ続いて、はい、奈良県大和高田市の匿名希望さんからいただいた発見です。はいはい。学校で買った笛についてくるちっちゃい油、1、2回使ったぐらいでどこかに消える。何それ。覚えてますか、笛についてくるちっちゃい油。覚えてない。笛の先と真ん中を吹くところをジョイントさせるときに塗る油でしたが、あれ結局いらなくないですか。最悪気合でなんとかなるし、気づいた頃にはなくなってるし。あのおまけ今思えばいらんかったなと思います。覚えてますこの油。いや覚えてない。あ、まじゃあもう、これやん、 1,2 回使ったぐらいでどっかに消えてんですよ。お、使った記憶もないもん。いや絶対ついてきてますよ。あのマジで。リコーダーの3つに分かれるじゃないですか、リコーダー。そうね、いっちゃん、そう、吹く部分と指の部分となんか笛の広がってる部分、ね、うん、を、ね、時間経ったらね、サビ、鉄じゃないからサビじゃないけどなんか絶対入らんくなるじゃないですか、うんうんうん、あれをうまいこと入るようにする、すべすべ入るようにする油。あ、これこれこれ、あー、見たことある、あったでしょ、これこれこれ、懐かしい、これ、あ、これこれこれ、はい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 、ついてたか、そんなん。そっか、でしょ、はいはいはい、ほら、だからもう最初は扱ってるでしょ、多分授業で習うし、これの使い方とか油の使い方習ったか、使ってるけども、1,2 回使ったぐらいでどこかに消える。まあ、最悪気合でなんとかなるし。まあまあなるな。入っちゃうからね。別に油なくても頑張れば。うん、で、スタッフ調べによると、最終的にリコーダーもいずれなくなっている。捨てた覚えないのに。確かに。あ、卒業してからってことかな。そうだね。うんうん。確かになくなってる。だけじゃなくてリコーダーもなくなるよね。うん。これは確かにそうじゃないですか。1,2 回使ったぐらいで消える。うん、まあまあ実際だって記憶なかったわけですから。そうやな。で、見たら思い出したでしょ。うん。持ってはいたんですよ。持ってはいたんか。何か消えてんすよ。そうやな。し、判定いきますか。行こう。よし。はい。匿名希望さんの判定はせーの。さあ、けーちゃん、よい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 。よい。いや、いや、これはでもごめん。俺に、はいはいはい。この油への思い入れがあれば、大発見やったと思うわ。油への思い入れとは、何でしょうか。ああ、あったなーって文章だけで、あ、あれのことね。あ、確かにないわ。確かにね。ってなってたら、ああ、確かにってなって、まあまあ、中発見とか、大発見とか出てたかもしれんけど、ごめん、俺そもそもが、覚えてなさすぎて。確かにね。写真見てから思い出すぐらいのあれやとね。そう、ピークが、俺の中では、油を見た時やから。そうだ。画像を見て、ああ懐かしいっていう。懐かしい感情やから。発見じゃないですね。そうそうそう。うん。まあまあ、ごめんごめんごめん。ごめんごめん。俺が悪い。変な空気になるのやめよう。俺が悪い。ごめん。ごめん。ごめんな。ごめん。ごめん。徳明さんごめんね、ほんま。ごめん。ステッカー欲しかったな。俺は大発見やったよ。うん。じゃあ、それもう、わ、ずるいわ。ずるいわ。続いて行って。嬉しいか。そんなんで、そんなんで人気者なんて嬉しいか。え？嬉しいよ。人気者だったら嬉しいよ。こんなんでも。よっしゃ。俺は大発見あげますから。うん。もうまあまあまあ、俺次第やな、じゃあ。さあ、続いて、大阪府吹田市、ラジオネーム、うん、パーカーバーバさんからいただいた発見です。うん。これ面白い。ヤンタンが始まった頃の MBS は、レジャーランドだった。レジャーランドだった？おい。意味わかんないでしょ。うん。レジャーランド派って感じでしょ。MBS がレジャーランド、なわけ。レジャーするとこってことでしょ。その通りなんです。レジャーするとこだったんです。55年前に始まったヤンタンは、私の家の近所、広い千里丘放送センターですか？千里丘放送センターから生放送をしていましたが、昔は周辺には、MBS が経営するプールやボーリング場、ゴルフの練習場にテニスコート、パターゴルフ場、1995年には天然温泉を掘り当てて千里の湯というスーパー銭湯も作っていました。春になると桜の咲く広い敷地を地域の人に開放して桜を見る会なんかもやっていて楽しかったですよ。いつか茶屋町の MBS でもレジャーランドみたいなイベントをやってほしいですね。そしたら行きます。あ、そうなんや。ほら、これよ。
あ、すごい。この敷地全部 MBS で全部レジャー施設。マジで？それこそボーリング見えてると。ほらほらほら、これボーリング場とかプロ野球のチームが野球のスタジアムに練習しに来たりとか。すごっ。の中にこのギャンタンをやってた放送の生放送してた施設も占領下放送センターですね。はあ、うん、そうなんや。55年前の話ですけど。なるほど。そう、今はそれが茶屋町に移ってこのレジャーランドみたいな施設はなくなり、うん、放送だけが。すごい広すぎるぐらいやな。そう、複合施設の1個やったってことっていうことですよね多分。でも MBS の持ち物やった全部。あ、え、全部ってことですよね。おい、すげえ、すげえ、いいですよ、手応えありますよ、パーカーバーバーさん。スタッフさんと連携取ってやってる。ちゃんと。あ、そうなんや。事前情報すごいですから、これは。知らんかった、それは。だって今ないでしょ、こんなボーリング、テニス、ゴルフ、練習、パターゴルフ、温泉みたいな、全部があるところ。ない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 。はい、55年前すごかったんですよ。すげえわ。ヤングテン。すごかったんですよ。すごい。さあさあさあ判定いきましょうか。すごい番組出させてもらってんな。ほんとそうよ、うん、せーの、大発見。おいおい、バカママさんよ。嘘やん、これ大、いや、いける、大でしょ。いや、すごいよ、すごい。知らん、これは知らんかったでしょ。知らんかった、知らん、全然知らんかった。うわ、すげーってなったでしょ。うん、中発見ですか。何が大じゃなかったですか。何がやろうな。理由あれよ、絶対。いや、何がやろな、すごすぎたけど。すごすぎてるやん。すごすぎたけど。いいリアクションやったん、今。うん。いや、すごいよな。いや、大発見やんな、普通に考えたらな。なんでいや、なんか、あ、そうなんや、って、なった。あ、そうなんや、じゃないの。あ、そうなんや、大発見じゃないの、それは。あ、そうなんや、大発見やな。大発見やけど、なんか、なんやろ、インパクトがなかった。好み、はいはいはい、かな。あ、ちょ、リベンジさせてください、俺に。何。今、スタッフさんから追加情報が来ました。うん、昔はですね、うん、ユニバの中にも MBS のスタジオがありました。あー、それはすごいな。あの、関西最大級エンターテインメント施設、ユニバの中にも MBS のスタジオがありました。え、それはどういう時系列で、どういう時系列でしょう。55年前、これやった時にってことですね。同じ時期、あ、違う。同じ時期、じゃない、違う。すげえ。違う時期やけども。いや、でもすごいな。レジャーランドを得て、ユニバを得て、うん、今ここにたどり着いてる。だからもしかしたら、ここがいつかそんな。あ、そういうことか。すごい施設になるかもしれへんし。MBS が来たところが栄えていってるんだ。ってことにしようか。わあ、おい、そうや、茶屋町も MBS 来てから、どんどん進化していってるし。もしかしたらよ、今日水曜やからヤンタン行こうぜって言ってユニバに行く日が来るかもしれないってことですよ。どういうことそれは。ユニバの中にも MBS のスタジオあったんですから。もしかしたらこの時期に戻れば俺らヤンタン行こうぜでユニバ行く可能性あるってことですよ。そういうことね。さあ、もう一回判定行きましょう。じゃあもう。せーの、大発見しちゃい、大発見しちゃい、パーカーバーバーさんしちゃい、おめでとう。もう、本気やん。いいよ、俺大発見本気やから。いや、本気やん、もう出すまでやるやん、これ。出すまでやらん、別にそんなつもりね。あー、ほんと？でも、素直に判定してくれたらいいですから。いや、もう素直にね、うん。よかったよかった。でもなんか、まあ、すごい。いや、もう、ただただ勉強になったなっていう。ですね。そう、すごい。改めてすごい番組にね、お邪魔させていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いての判定いきます。続いての発見いきましょう。東京都品川区、ラジオネーム、ムチコさんからいただいた発見です。ムチコさん。冷たいの語源は爪が痛い。あ、冷たいの語源は爪痛しです。手の指の爪が痛しです、はいはい、氷などを触った時に爪が痛いと感じることや、うん、そうね、うん、寒さから指先と足先、うん、爪が痛く感じることからが由来のようです、はい、冷たい氷水に手をつけて爪が痛いとなるか試してみてください、うんうんうん、スタッフさん調べによると、奈良時代までは冷たいことも寒いと言っていたそう。平安時代の初め頃に冷たいが普及したそう、うん、言われるとなんとなく優美な感じがします、はいね、はいはいはい、うん、はい、うん、はていきましょう。せやな、うん、はい、せーの、昭和県。ごめん、ムチコさん、ごめん。ムチコさん、ごめん。知ってた。俺も知ってた。
はい、アクション。これは今ほんまにごめん。今ほんまにごめん。ムチコさんごめん、くしゃみが出ちゃったよ。アクション、ごめん、ムチコさん、くしゃみが出ちゃったよ。リスナーさん、これはごめん。ムチコさんごめん。ムチコさんごめんね。花粉症がすごい日なんだよ、今日は。本当にごめん。花粉がすごい日なんだよ。対策はしてるんだけどね。どうしようもないものもあるよね。ごめんね。ごめん、ムチコさん。ごめん。うん、知ってた。知ってた。俺でも知ってたから。なんでやろな。めっちゃ知ってたと思う、まさかのくんは。俺でも知っちゃってたから。アクション、ごめん、ムチコさん。ごめん、すごい日なんです、今日は。なんか冷たいって聞いてからくしゃみが。ごめんね、そうね、ちょっと。体が冷えちゃったから。そうやな、寒さを想像したんかな。ムチコさんが、ムチコさんも悪くない。ごめん、ごめん、ごめん。全然、冷たいが俺。知ってたよな。知ってましたね。ごめんね。ちょっとね。まあ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 、次行きましょうか。うん。でも、そうやで。これを聞いて、なるほどって勉強になっているリスナーさんがいっぱいおるからな。確かに、それでいいんですよね。うん。誰かが大発見と思ってくれたら。みんなで勉強していく回やから。ありがとう、ムチコさん。この、そういうコーナーやから。ありがとう。また、ぜひステッカーもらいに来てください。うん。さあ、続いて、千葉県松戸市のトイプープーさんからいただいた発見です。うわ、いいね、これ。ホタルの光は、実は、アゲアゲ乾杯ソング。え?日本では夕方に流れるそうですよ、それですよ。あれ帰りを知らせるあの蛍の光、うん、日本では卒業式などお別れのタイミングで歌うイメージが強い蛍の光ですが、うん、欧米では結婚式や誕生日、お正月などにお祝いの歌として歌われているそうです。しんみりとした曲調なのに少し違和感がありますが、原曲の歌詞は君も僕もジョッキを飲み干す、さあグイッと行こうなど、完全な酒飲みソングです。そうなんや。歌詞ここに載ってるんですけども、曲調はあれですよ、タタ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 やのに、歌詞は懐かしき日々のために我が友よ、友情の杯を組み交わそう、懐かしき日々のために、かっこいい、きっと君はジョッキを飲み干す、きっと僕もそうするさ、友情の杯を組み交わそう、懐かしき日々のために、さあこの手を取ってくれ親友よ、熱、そして君の手を僕に、熱、さあ酒をぐいっと飲み交わそう、熱、懐かしき日々のためにって、だー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 、かっけえな、え、このメロディ、しんみりしたメロディーにこの歌詞がハマってるそうです。そうなんや。でそもそもスコットランド民謡っていうのも知らんかったわ。おー、確かに外国のスコットランドの歌歌なのね。めっちゃ日本っぽいですもんね、なんかメロディーが。うんうん、もうそれで染みついてるから。うん、そうなんや。だから正月とか誕生日、結婚式で歌われてる酒飲みソングみたいですね。これは意外でしょ。お祝いの歌なんや。お祝いの、確かにかっきいい感じするね。ね、確かになんかこの歌詞聞いてからメロディー聞いたら、うん、エモくなれそうですね。ね、熱くなれそう、飲みながら。いいじゃないですか、トイプープーさん。いいですね。派手いきましょうか。はい。決まりました？うん。さあ、トイプープーさんの安定は、せーの、大発見！よし！しょい！大発見！おめでとう、トイプープーさん。もう、酒飲みソングは大好きです。あ、そうね。あ、酒にしなさい、皆さん。笠原くんの日は酒にしなさい。なんか語弊あるな、酒飲みソング大好きですとか言って。酒発見会しましょうか。お酒発見会いいな。お酒発見会。うん。この酒うまいよとか。あ、嬉しい嬉しい嬉しい。その回作りましょうか、一回。笠原くんの酒。自酒報告会しよう。そうね。自酒報告会。全部多分大発見あげてくれるから。ぜひぜひまたやりましょう。うん、まあ、今回は酒じゃない。この次、酒じゃないですけど。いや、面白いなと思っちゃった、でも。ホタルの光。まあまあ、うん、次も。同様系で面白いですよ、はいはい、さあ群馬県の高崎市小地由里さんからいただいた発見です。はい。同様蝶々の2番の歌詞はスズメの歌。蝶々言うてんのにスズメの歌。同様蝶々は4番まで存在しますが、2番はスズメ、うん、3番はトンボ、うん、4番はツバメとそれぞれメインが異なります、はいはい、蝶以外の生き物がちょっとかわいそうにも思えてきました。一番が、蝶々蝶々菜の葉に止まれ、菜の花開いたら桜に止まれ、桜の花よ花から花へ止まれよ遊べ、遊べよ止まれ。まあ、ここしか聞き馴染みないじゃないですか。うん、やけど二番は、起きよ起きよ、ねぐらのすずめ、朝日の光の差し木の先にねぐらを入れて、小杖に止まり、遊べよすずめ、歌えよすずめ。ってもう完全にすずめの歌なんですよ。すげえ。で、三番は、トンボこちきで止まれ。4番がツバメツバメ、うん、飛び越よツバメ。
ただ1番が蝶々、2番がスズメ、3番がトンボ、4番がツバメなんですけども、こっからがもっと面白いです。何？スタッフさん調べによると、原曲はドイツあたりの民謡と言われている。明治時代に西洋音楽を学んだ役人が日本に西洋音楽を導入した。明治14年に西洋の民謡に日本語の歌詞をつけ、小楽小歌唱集を作る。同様、蝶々は明治7年に1番ができ、その後、本に載せるには短いとなり2番を追加。後から2番を追加した。から、作詞は全く違う人が書いた。さらに新しい歌唱集を発行するにあたり、また違う人が3番、4番を付け加えた。そして、第二次世界大戦の後、なぜか教科書では、2番、3番、4番わざわざ作ったのに1番の蝶々だけが載せられるようになった。だから1番の歌詞と他の歌詞の雰囲気が実は微妙に異なるそうです。へえ、すごっ。だから1番はさ、菜の葉に止まれとかなんかちょっと可愛らしい馴染みのある言葉やのに、2番からは起きよ起きよ起きよとか、あ、起きるってことね、起きよ起きろとか、ねぐらを入れてとか、ちょっと言葉が難しくなってるんですね。ああ、そうなんや。作詞してる人が全く違うから1番と2、3、4番の雰囲気が違う。へえ、面白い。でタイトルは蝶々のまんまなんや。全部そう、2番も3番も4番も全部蝶々やから。へえ、おもろいな。ちょっとスズメとトンボとツバメかわいそうじゃないっていうソングです。ピックアップしてあげてよって。そう、スズメでもよかったわけですからね、タイトルが。いや、そうやな。うわ、もっと全部くくれる言葉もありそうやけどな。季節物とかな、生き物とかね。でいいのに、蝶々だけ、幅広なるけど蝶々だけ取られちゃった。あ、それ知らんかった。これいい仕事しましたね、スタッフさん。スタッフさんもなんかスタッフさんの感想を書いてるだけのスタッフ調べが素晴らしい活躍を、本気出してきてる。俺に協力してくれ出してるスタッフさん、ヤンタンチーム一丸となって本気でステッカーを配りに来てますから、はいはいはい、じゃあ判定いきましょうか。はい、せーの、大発見。よっしゃー。いや、これは知らんかった。いいね。こんな歴史あると思わんかったわ、蝶々に。ね。うん。し、これも実はドイツあたりの民謡なんすね。そやな。に歌詞つけただけっていう。うんうんうん、知らんかったね。いや、知らんかった。面白い。ああ、これで終わりましたね。あ、終わった？はい、終わりました。もっとちょうだいよ。ねえ、ちょっと今日でもめっちゃ出たんじゃない？すごいね。一枚冷たいだけじゃない？お前、冷たいだけか。あ、これもや、これやもん。あ、せめぐさんの遠足のお菓子のやつが出たけど。あ、大発見出したよ、それ。出たか。そうやで。そうや、出たわ。じゃあ全部や。あ、じゃあ1枚以外や。冷たい以外全部。あ、ごめん。冷たい、ね。冷たいも大発見あげる？大発見あげとく？あげとく？あげとくか。冷たいあげとく？あげとく？そんなことあり？あり？どちらでもいいんや。あげとこうや。冷たい。あげとく？どちらでもいいらしいから。そっか、冷たいどこや。初日やしな、今日は福岡。そうよ、こんなめでたい日ないんやからさ。出血大サービスやな。あの3月15日の夜をめでたく締めましょう、うん、じゃあちょっと東京都品川区ラジオネームむちこさ ん、冷たいの語源は爪が痛い。判定ちょっとやりましょうか。はい、はい、せーの、大発見。むちこさん、むちこさん聞いてくれてるかな。帰ってきたぜ。大発見が帰ってきた。大発見、こんなこともあるんですね。あ、あ、もう一個、もう一個ある、もう一個ある。あ、それリコーダーもや。あ、リコーダー、リコーダーです。リコーダーやつも大発見じゃなかった。リコーダーも大発見じゃないんや。どこや、どこや、リコーダーどこや。リコーダー、リコーダー消えた。ちょっと待ってな。リコーダー、あ、これ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 。あった。奈良県大和高田市の。あ、そうや、そうや。匿名希望さんもね。そう、今日めでたい日よ。ね、めでたいね。ここで買った冬についてくる小さい舞台1、2回使ってくれてどっかに消えてる。うん。あーってなったでしょ。なった。でも判定やり直しますか。やり直しましょう。せーの。大発見。ああ、もう一回小発見出してろかなと思ったけど。うん、ちょっとね、いや、もうさすがに。いや、でも懐かしい気づきを与えてくれたことに大発見。盛り上がったらもうそれで大発見ね。そうやね。もう、お便りくれてるだけで大発見やね。そうよ、もう。おお、寄り添ってくれだしてる。俺の考えに寄り添い出してる。そうよ、そうよ。いや、勉強させてもらってます、本当に日々。やったやった、ありがとうございます。僕の知らないことをたくさん教えていただいて、本当にありがとうございます。よかった。やっと出血大サービスが、ほんまになったね。なりましたね。うん、よかったよかった。まさか、まさかのくんの回で叶うと思ってます。え、全部で何枚出た今日？だからもう、8枚ぐらい。1、2、3、4、うん、5、6、7枚ステッカー消費しました。消費って言うな。ありがとう、スタッフさんたち。
保管場所に困ってるステッカー。そしてリスナーさんもありがとうございます。ありがとうございます、ね、ステッカー届くの楽しみにしておいてください。秩序を程よく保ちながらこれからも大発見のコーナー楽しんでまいります。大事。はい、以上、知らんかった大発見のコーナーでした。ありがとうございます。それではここで一曲お送りいたします。1989年から1年間ヤングタウン水曜日を担当されました本木雅弘さん、今夜は1993年の本木さん主演ドラマ最有機の主題歌をお届けいたします。ビーズで愛のままに我がままに、僕は君だけを傷つけない。目指せ全国制覇 A グループ 47全国ツアーへの道、大分県編。はい、はいよ。先週佐野くんがツアー先をボックスから引きました。2週連続の全国ツアーなわけですね、はい、そういうことです。はい、さあ大分県編だって34やね。34回目、すごいね。終わりが見えてまいりましたね。残り一つ一つ噛み締めていきましょう。はい、かもしれない。さあ、たくさんの情報をいただいておりますので早速ご紹介していきたいと思います。いい。サピさんからいただきました。ありがとう。 A の皆さんがもし大分県に来る際に使ってみてほしいのが、フェリーサンフラワーです。すごいいね、豪華よね。大分と関西を結ぶフェリーで、船内にはお風呂やバイキングもあり、これ船内すごい、すごいよ。あまりにも安くて快適なので関西のライブなどに行くときは必ず利用しています。必ず利用してるんや、すごい。大分から来てくれてるときはいつもこの豪華客船に乗って。安い、嘘、これ安いの。めちゃくちゃ立派やけどな。ごなんか映画とかで出てくる外国のカジノみたいな、ね、そんな雰囲気あるよな。派手な四川島もあってくつろぎながら、めっちゃいいね。サンフラワー、うん、乗ろう。YouTube で貸し切り送る。サンフラワー、なあ、なんか変にこういそいそ飛行機とかな、それで来るより、うん、ゆったりフェリーでっていうのがいい、楽かもしれない。来る時間もね、旅行の一環でね。そうそう、いいね、楽しみ。あるかもしれない。さあ続いて、何これ、ハート、ハートちゃん、ハートちゃんやな。ハートちゃんからいただいて、黒ハートちゃん、黒ハートちゃんね。大分県日田市には杉から作られる日田下駄という下駄があります。おお、下駄。その魅力は軽くて柔らかい。下駄を履くと健康によく、日田市には下駄ならではのカランコロンという軽快な音を生かしたカランコロンダンスがあります。かわいい。今回担当のお二人、ぜひ下駄を履いて踊ってみてください。へえ、下駄ップみたいなことかな、カランコロンダンス。あ、そういうことか。ジャニーズお家芸の下駄タップみたいなカランコロンという音を生かしたカランコロンダンス。へえ、下駄有名なんや。柔らかいってどういうことなのな。確かにね、下駄軽いは分かるけどね。そう、軽くて柔らかい。気が柔らかいのかな、感じんのかな、肌触りとかで。ああ、そういうことなの。うん、健康にもいいしね、下駄は。なあ、らしいね。若いに行きたいな、大分行ったら。うん、いいな。夏下駄ありやな。夏下駄、夏下駄行きます、デビューします、うん、いや、そう、下駄サンダルみたいなの持ってんだよ、なんか。ああ、履いてますね。そうそう、あれかわいい。いや、下駄ありやな。ガチ下駄行きましょう、ぜひ。ガチ下駄デビュー、ガチ下駄デビュー、ありがとうございます。考えときます。置いた行った際にぜひ。はい、続いてアヒルちゃんさんからいただきました。ありがとう。木月城の城下町で佐野さんのお家を発見しました。おいおいおい、見つけんなよ。お散歩するにもぴったりな場所なので、ぜひ YouTube のロケで行ってみてください。おい、やめてよ、ほん、立派やな佐野家。なんでそんな俺の家言えんの。看板までつけてきてくれてる。何、写真載せてさ、ツイッターに載せてんでしょこれ。でもお前看板出してんの、自分家の250m。 やめてよ、なんか最近すごいって。あ、そうな、もうみんな家の家バラされたり、俺コンプライアンスやるな、家族の名前バラされたり。それはガチやから。家族の名前バラされたり、それはガチや。家バラされたりを、小島の健さん。結局行ったん、飯、え、食事行ったん。いや、そうそうそう、その日に帰り、小島くんに俺のお兄ちゃんの名前バラされた日、帰りにそのまま電話したんですよ。ああ、お兄ちゃんに、お兄ちゃんに、うん、謝りたいから電話させてって小島くんが言ってきて、電話したらお兄ちゃんが、うん、その全然そんなん気にしてるわけないやみたいな、うん、俺は絶対言うから、そっちだけなんか気をつけやみたいな。そのなんか怒られへんように気をつけやみたいな、全然お兄ちゃんもちろん全く気にしてなくて、うん、そのままそのお詫びで飲み連れてってやーって言って、お兄ちゃんが、おお、で2人で行く約束ほんまにして、やろ、うん、そう、2人でご飯食べに行くってなって、うん、天やけと、うん、当日
あっぶねまた言いそうになった俺が俺が言いそうになった今こぼれ出てたらちょっとみみ言うな言うな言うなちょっとあぶねあかんねえ言うねえ言わんよ普通言わんよ当日俺のお兄ちゃんの方から断ったらしい、うん、当日届けんされたんや多分そうそうライブとなんかあそっか重なっちゃってお仕事と重なってな用事と重なっちゃってうちの A グループでドタキャンされるんですか、まあ、A グループドタキャンされるみたいです頑張らなあかんな、はい、頑張ろう身内にドタキャンされるいやね、もちろん違う佐野家なんで皆さん、はい、観光で行ってみてくださいぜひ遊んでください佐野家でありがとうございますさあ続いてあんこさんからですあんこさん大分県宇佐市にはアフリカンサファリがありますすげえ何これ九州唯一のサファリパークとなっており、うん、野生ゾーンでは野生の姿に近い動物たちを観察できたり触れ合いゾーンでは動物と直接触れ合えたり餌をあげることができるとても楽しい場所ですぜひ訪れてみてください地下地下こわもう車のフェンスみたいなライオンが加えてるけどこれ歯ちょっとはみ出てるもんなせやんなデカめの網やからそうか餌あげてる瞬間ってことかあ、そういうことライオンにすごいな餌あげれんのめっちゃすごいやんいやすごいな楽しそういいな動物園好き行ってみたい動物園っていう感覚とはちゃうけど、ま、ここサファリパーク確かに一回行ってみたいねんなサファリパークでもいいっすねな車乗りながらみたいなやつやったことないな見てみたいいいなぜひ行きますありがとうございますありがとうございますわこれ何、大睡眠さんかな名前もそうめっちゃ寝てんのかなめっちゃ寝てるよ、ねえー、今も寝てるよなぜひ聞いといてほしいもんですけど、うん、大睡眠寝てる寝てる、はい大分県日田市、には、はい鶏の足のもみじを食べる文化があります、うん、写真だとギョッとするかもしれませんが甘辛く煮られ皮はパリッと中はプルッとした食感が癖になります植物のもみじに形が似ていることから名前がついたようです、A グループの皆さんワンカップと一緒にいかがですかいいねワンカップと一緒にやでいいねワンカップと一緒にほどほどにねもちろん僕はほどほどに俺食べたことあるぞこれそう初めて見た大阪の韓国料理屋さんみたいなところで韓国料理じゃないそれは大分県そう日田市にいやでも味付けがちょっと辛かったかもねあじゃあもう同じ感じなんかそう鶏の足ででもあ、うん、こっちの方がもしかしたら醤油っぽい甘辛い方かもあ確かにねうん日本っぽい美味しかったうまそうこれなんか食べたい鶏の足好き極端な印象やけどもう手羽先をキュッてした感じ、うん、うまいやめっちゃだからもうこ, いいあのこのサイズのちょっとした手羽先やと思う。美味しい。美味しい。骨しゃぶりながら食べる感じ。そうそうそう。なんかご飯とかには合うと思う。甘辛いね。そう。いいよね。うまそう。食べたい。うん。ま、美味しかった。もみじね。なんかお取り寄せとかできたらね。確かに。お家でも食べれたらしたら嬉しいよね。ぜひ絶対食べます。大分行った時。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。あらあらあら。あらちょっと。あらあらもう何よ。ちょっと俺らジャニーズのラジオでこんなんちょっとさ。読むやめとくとます。まあまあ一応。ナミさんのやつどう読むか、うん。まあな、しょうがない。送ってきてくれてるから。うん。別府の温泉街に売ってるピンク豚まんがおすすめです。豚まん、何がとは言いませんが、ピンクです。あら。うん、2つセットでの購入ができるので、うん、ぜひみんな2つずつ買って帰ってくださいこんなんもうこれ写真があかんよね写真があかんし指があかんよ、ね、な肉まんやもんなただのただのねもうそうちょっとただの豚まんやからただの豚まんやからなんてことないけどなんで2週連続胸の話すんのよ俺2週連続2週連続ですか先週もリチャ君とねやったんで、うん、その歯医者さんの時に当たってるあれはもう基本的に胸じゃないよって男の人夢を見ないでくださいっていう、ね、お腹とかその辺らしいねっていうお便りで、うんうんうん、でなんか変なあれ胸じゃなかったんやっていう、うん、絶妙な空気感のラジオをして、うんうん、難しかったんやけどまさかの今週もそうか父キャラなんかな父キャラにしようとしてヤンタンがヤンタンが父キャラにしようとしてあすぐに見てくださいすぐ勉強会開いてくださいほんとライブリーで父キャラじゃないんで僕かっこいいとこ見せないと、うん、かっこいいとこあるんで、うん、まあでもそう見えるっていうだけやからねって見えるっていうだけなんかなそう見せに行ってるんじゃないこれあそういう意図なんかなほんまにそう見せてしかないけどなこれはうんこの指の感じもこれはもうすごい嫌いなおっぱいってことでいいのこれはだっておっぱいでしょ全然おっぱいでしょ出たよ話聞いてなかったってボーカリスト俺ら無駄におっぱいって言ったぞ今そうやおい無駄にジャニーズにおっぱいって言わすな寄せてるんじゃないんですかこれは
寄せてる？あ、寄せてない？あ、じゃあ、あ、寄せてない？寄せてないんや。あ、じゃあ、たまたま俺らの心が汚れてるんやわ、きっと。全然俺は見えへんかったけど、いっぱいには。ただの豚まんにしか見えへん、俺は全然。豚まんやもんな。うん。この美味しそうな豚まん食べに行きます。ありがとうございます。ナミさんの写真が良くなかったな。そうね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます、ナミさん。続いて。はい。私か。うん。大分県の遊園地といえば、遊園地か。木島高原パークです。ジュピターという木製コースターが一番有名ですが、 A の皆さんにおすすめしたいのがバードマンという横バンジーとも呼ばれるアトラクション。横バンジーって何？何それ。クレーンで高さ30メートルまで吊り上げられてからの落下はスリル満点です。うわ、ちょっと柱細いって。もうちょいぶっとくないとちょっと怖くない？ほんまに工事とかで使ってるクレーンみたいじゃない？ねえねえ、ほんまに揺れそう、めっちゃ。ほんわこれ。いやいや、一回どこやっけな、なんかどっかの木製ジェットコースター乗ったんすけど、うん、なんか別にそのやってること自体はそんな派手じゃないというか、うん、そのふわっとしたりはせえへんねんけど、音とかいい、めちゃめちゃ怖かった。わかる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 。でも普通のジェットコースターと違うあのスリルがめっちゃ楽しかった。せやな、なんか昔の乗り物に乗ってる感じだよね、ちょっと。そういうスリルもあるよな。いいな、行きたいな。マジで言ってる？やってみたいですね。じゃあちょっと YouTube で。やるあの人やるから、ほんま。30メートルですもんね。横やで。でも横ってなん、どう落ちて、写真じゃ分からへん。いや、こうなってんじゃん、振り子みたいになるんじゃん。分からんけど、写真じゃ分からんけど。この柱がもう一本あるんかな、こっちに。うん、わ、こわ。いや、分からんけどな、写真しか見てないから。行きましょう、YouTube で。行ってらっしゃい。さすがに6人で行って、なんかゲームやって誰かがやりましょう。これで、ご褒美は先の豚まんやな。ご褒美やな、あれは。よし、いいご褒美や。いや、ありがとうございます。企画になることを祈って、ぜひ楽しみに、はい。続いて、あーさん、やんたん、湯の夏は大分県。あ、来ましたね、湯布院の食べ歩き、うん、いいね。やっぱり食べ歩きがしたいですよね。したいです。かわいいお団子とかスイーツとか唐揚げ、コロッケ、たくさんいろんなのがあるんです。あるけん、すごい充実感ですよ。自分でスニーカーデザインできるところもあります。すげー、こんなん作れるみたい。あ、湯布院にあるってこと？そう、湯布院。そんなかわいい、こんなん作れるみたいって写真載せてくれてる。あ、ほんまや。いや、なんか俺まさや似合いそうや、このまんま。俺似合うな、これ。緑やし、うん、これデザインしに行こう。丸パクリや。丸パクリに行こう。誰かがデザインしてくれたやつ、ね。スイーツも充実してるね。すごい、うわー、団子すんごいな。こんななってんの、団子って今。デコ？デコ団子なの？知ってる団子じゃないんやけど。真ん中のな、シンプルなみたらしのイメージあるけど。なんやろこれ、紫芋のなんかみたいに乗ってる。あ、そっか、紫芋かな。美味しそう。うまそう。行きたい、湯布院。いやー、充実してるね、大分県。アクティブもグルメも。確かにね、全部あるな。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、大分県といえば鳥天。うい、別府にある鳥天発祥のお店東洋軒はいろいろテレビでも取り上げられるほど有名な中華料理店ですが、鳥天より有名なのが駐車場係の中村さん。ね、それ。駐車案内をする様子がすごく面白くキュートで有名な方です。うーん、ちなみに唐揚げの発祥と大分県発祥の大分県と言われています。ああ、そうなんや。すごいな、唐揚げ作ってくれた大分県なんやな。それ知らんかった。大感謝やな、それは。すごい。ってことはこれ中華に分類されんの、鳥天とかって。あ、そうなの。そういうことか、そういうことか。ほんまやな、東洋軒は中華料理屋って、うん、でも大分県なんやな。あ、美味しそう。うわ、これ気になる。何、中村さん、駐車場係の中村さん、ちょっと動いてるとこみたいな。そう、映像を載せてくれてるんやけども、紙でもらってるから見れへんな。気になる、中村さん。ちょっと後で調べて見せてもらおうや。行きましょうか、後で。中村さんがこの後どんな動きをするのか、この7秒間の間に。気になるな。ほんまやでな。今見られへんのかな。見たいな、中村さん。すぐは出へんか。じゃあちょっと後で見よう。後で見ましょう。な、あざわす。ありがとうございます。ありがとう。さあ、続いて。いいよね。ルーさんからです。ルーさん。バナナで滑って、おー、痛い。で覚える大分県ですが、そうなんや、バナナで滑って大痛いで覚える大分県ですが、18県バナナとはこれは18県かな。俺も18県かな、知らんかった。バナナといえばお猿さん、うん、大分県には高崎山という猿山が有名です、はいはいはい。個人的にはお化け屋敷よりスリルがあって野生の猿やしなと思う反面、うん、
近くで見るお猿さんは可愛いので複雑な気持ちで楽しめます。いや入場料は520円と格安で、いいね、安い、可愛い小猿、これこんなちっちゃい猿いんので、普通にいんのこんな、いや至るとこにおるよね、歩道というか普通に人いっぱいいるところに。ちょっと食べ物とか気をつけなあかんな。確かに確かに猿はね、なあ取られちゃうしな、うん、猿にも良くないから。でも可愛いな、こんなサイズのお猿ちゃん、なんかほんまに触れ合えるとこ行ったことないわ。大阪やったらな、箕面とかな、お猿さん有名やけど。あ、そうなんや、触れ合えるとこあるんですか箕面、ね、でも触れ合えるとこがあんのか分かれへん、こういうなんかちゃんと入園料払ってとか。ああ、そうね、そうそうそう、すごい楽しそう、行きたい、うん、なんかリチャ君とお猿さんのコラボみたいな。ほんまや、ダブル猿バナナ大好きっ子たちで猿モノマネできるしね、バラムータンのリチャ君。あれどういう反応すんやろな、ちゃんと猿が見たらな認めてくれんすかね。俺らはもうオラウータンとして認めてるけど。そうやんな、本家が本家が認めてくれるか。ちょっと夢膨らむな。公認もらいに行きましょう、リチャ君のモノマネの。やっていいよって、やっていいよ、いいね、かわいい、ありがとうございます、ニコ、ありがとうございます、続いてあやさんからいただきました、うん、大分県の郷土料理にアジやサバ、カンパチ、ブリなどの魚の切り身を九州の甘いお醤油を使ったタレにつけていただく琉球丼があります。琉球、ぜひ大分にお越しの際は食べてみてください。うーまそうやんか、めっちゃうまそうやんか。なんか九州醤油甘いらしいね、確かに。うーん、なんか納豆とかも味ちゃうねんて。へえ、納豆って味変わんねや。あのタレの味が甘い醤油らしくて、ああそっか、そうそうそう、美味しそう、甘辛い醤油の方が好きやな。大分やのに琉球丼やねんな。ね、不思議、それはめちゃくちゃ美味しそう。すっごいいね、うまそうな。まだまだ知らんグルメとかいっぱいあるね。うん、ご飯食べたいね、ご飯食べたくなって、ね、これやるとお腹へんねんな、ほんまに。いつも生放送の時間でも減るけど、この時間もこの時間でよくないですね。お昼時やもんだって、うん、収録でもお腹すきちゃうわ。あ、終わってからなんか食べよう、どこに行くか、なんかすじゃあ続いてハルピさんからです。文後大野市にある原尻の滝は東洋のナイアガラとも言われる絶景。さすがにここで滝行はできないと思いますがやらないです、できないと思いますがぜひ行ってみてほしい。綺麗な、文後綺麗、にじれてるやん、ほんまやね、綺麗これ。あ、でもそっか、いいね、これが滝なってんねや、すごいな、マイナスイオンすごそうね、うん、滝行したいな、ここでさせたいな、誰を小島末澤これ大体足つけるとこしか無理やからな、ここ無理やな、絶対入れへんな、溺れながらやな、ほんま絶対あかんわ。近くに車道もあるし、急に出てくるんかな、ほんまや、そんなの山道じゃない感じのとこに。せやんな、すごい、めっちゃ綺麗、わ行きたい、いいな、滝とかさ、なかなか行こうぜってならんもんな。なんないですね、観光とかでも。滝はね、いいね、ドライブがてらチラッと、綺麗な景色が見たいです今、うん、癒されたいね、マイナスイオンに、うん、あ、またまた来たやん、食べ物ですね、はい、続いて小雪さん、大分県といえば中津唐揚げです。ありがとう。大分県中津市では唐揚げ店が多数あり、うん、毎年日本で一番うまい唐揚げ店を決めるかな、うん、唐揚げグランプリが開催されるほど唐揚げに熱い場所になっております、A グループの皆さんも大分に来たら唐揚げ巡りをしてみては。いいね、したい、唐揚げ巡り、巡りたいな、いい、唐揚げ巡り初めて聞いたな、唐揚げ巡りしたい、これはテンション上がるな、唐揚げ巡り、てかこれ大分県やったや、日本で一番うまい唐揚げを決めるグランプリのやつ、ま、なんかようステッカー見ますよね、見る見る、グランプリ1位みたいな、そう、ま、違うグランプリかもしれないけどいっぱいそうやな、うん、いやでもいいな、だってさっきの写真とでまた衣の感じ違うもんね、なあ確かに、うん、うわこの唐揚げいいな、俺ドンピシャやな、いやわかる、そう、この真ん中のやつすんごいいいよな、そそる、衣の見た目で好みの唐揚げかどうかってわかるよね、あ、ありますね、あ、え、マジで追い出そうとしてる、うっそー、追い出すよ、うわ、あとちょっとやったのに追い出された、ちょっとね、ざっと読みたいけど、ほら、フグの話とか、あと、文後高田昭和の街とか、レトロね、大分空港の、わ、キャリーケースより先に巨大なお寿司が回ってきます、面白っね、すげえ、いや、ちょっとまだまだユーモア溢れる場所で、知らんかったわ、でもなんか一番知らんこと多かったかもな、こんだけあってしかも温泉が出てきてないっていうな、そっか大分でね別府温泉が、すごい、
いやいいですね、まだまだ魅力がたくさんありましたね。幅が広いね大分県、はい、ということで47全国ツアーの道第34回目大分県でございました。次回の47全国ツアーもお楽しみに。さあということでエンディングのお時間でございます。はい、やってもでしたね。早かったね今日もね、相変わらずあっという間でございますけど、さっき見してもらったね、はい、ちょっと中村さんね、中村さん、社長係の中村さん追いかけた、あれすごかったな、もうあれって想像以上でしたね、のでかいな、もうダンスやんと思って、あれほんまテーマパークみたいなね、いやのキャラクターとあれにも見えた、あの映画館のカメラのこれ、あーでででで確かにそれぐらいのキャッチのあれでも反応困るかも初見でられたらびっくりしちゃうかも、笑っていいんかどうかもちょっと困っちゃうんです。でまあ定番になってるんですよね、だからもう、いやもう楽しみ、あそこのマスコット的存在になれてるんじゃない、うん、いやもう多いかな、近くまで今おるはずやねんけどな、そっかそっか、ほんまや、せやで福岡ならなんか帰りとかあんのかな、唐揚げフルーツ帰りたいな、そうやね、福岡も美味しいもんいっぱいあるよ、わーいや、あっさいな、福岡でいいな、福岡でいいな、でもどっかで観光して帰りたくない今回もちろん、もちろんよ、ガチネバの時はさ、うん、あのスタッフさんとご飯行ってたりとかさ、めっちゃ分かった、広島ね、そうそう、広島の前もいっぱい食べて帰りました、ね、ここでえいやんたんのな47ツアーで教えてもらったことにもいっぱい食べれたし、ええやんたんがグルメいっぱい紹介してくれるから、その楽屋のケータリングにその紹介したグルメいっぱい用意してくれるんですよ、そう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 、あれ嬉しかったよな、あれめっちゃ嬉しい、今回も12カ所行きました、ご当地で食べさせてもらえるのか、そうそうそう、ご飯はそうね、それも楽しみに、ね、残りのツアーも頑張っていきましょうか、ということでここまでのお相手は A グループの正門芳典とお部屋がお送りいたしました。はい、残り20秒あります。どうしましょう。みんな声出してくれたかな今日のライブ。どうやろうな。すいません、ね、声の出し方忘れてたかもしれんもんな。声出してくれてたねみんな、うん。声出してくれて嬉しかった。うん。明日からもいっぱい声出してほしい。最後までよろしくね。よろしく。ありがとう。